ただいま葛飾区議会議員にテレビ改革というよりもより、高橋純也が立候補しております。高橋純也は葛飾区議会に行けましたらば何をするか、外国人の健康保険滞納率を国問いただしてみたいと思います。私は豊島区議会議員靴沢良司と申します。私が豊島区で外国人の健康保険滞納率を問いただしたところなんと 50% を超えておりました。永住者、外国人永住者、例えば日本人と結婚しているところですね、そういう方たちの滞納率はそれほどでもなかったんですけれども、例えば留学生であるとか、例えば仕事で日本に来ているであるとか、まあ、何年かしたら帰るような外国人も健康保険に入っているわけなんですけれども、そういえばですね、外国人が国民健康保険を利用するっておかしくないでしょうか。国民っていうのは日本人のことですよね。これ一層国民健康保険という名前を改めて日本人健康保険というふうに名前を変えた方が分かりやすいと思います。話は戻りますけれども、そういうわけで短期日本にいる外国人の国民健康保険税の滞納率が豊島区においては 50% を超えておりました。これを払うということを理解していないのか、それとも学校が終わったら、留学期間が終わったら帰国するから踏み倒そう、最初から思っているのか知りませんけれども、50% 以上の滞納率を誇る外国人が普通にですね、日本人と同じように国民健康保険を利用できる、これは不公平ではないでしょうか。日本人で言いますと、国民健康保険税を滞納しますと、まあ、3ヶ月ぐらいで保険の利用を止められますよね。さらに半年ぐらい経つと、差し押さえなどの法的措置が取られて、しまいます。銀行口座の凍結などの措置も取られてしまいます。外国人はそんなことされても平気で時間が来れば帰国すると、で踏み倒して、帰国してしまう。その踏み倒された額は全て日本人が被ることになるんですよ。これおかしくないでしょうか。不公平ではないでしょうか。テレビ改革党はこのような日本に今ある不公平を訴えている政党であります。テレビ改革党からこの度高橋純也は葛飾区議会に立候補いたしました。高橋純也も葛飾区議会で外国人の国民健康保険税の滞納の詳細を明らかにする予定であります。皆様のお力添えで高橋純也をぜひとも葛飾区議会に送り込んでやってください。日本にある不公平を一つでも是正いたしましょう。そのためにはまずは葛飾区から始めると、豊島区に続いて葛飾区で厄介な議員を誕生させましょう。